ライオアトゥルー、あなたは信じる、ちばたりころがる都市伝説紹介チャンネルどもこっきです。アンバスダーのトイです。今日はですね、やっぱりね、パワーある神社っていう話をしようかなっていう。いやそれね、パワースポットの紹介はありがたいんやけども、半スピの方々がまたちょっとね、おコメントでちょっと熱くなられるんで、黙っとけ。今日はね、全然吐けない武将やっぱり、ね、伏見稲荷大社。あ、伏見稲荷はそりゃパワーありますわ。確かに、だってもう711年、セブンイレブンよりセブンイレブンしますから、意味分からない。創建のこの伏見稲荷大社なわけなんですけども、全国にある稲荷神社の総本社なわけなんですよ、すごいことですよ。そんだけ長きにわたって続いてること自体はもうパワーありますからね、はあ、そして一部証明ですよね。てかもうあんな千本鳥居とか見たらパワー感じるでしょ。あれでも夜見たら結構怖ない？いや怖いんですよこれがまた、うん、でもねこの千本鳥居、明らかにおかしいんです。なんで？というのも、なんでこんなたくさんの鳥居が並べられてるのかと。数で圧倒して観光客を呼ぼうみたいなことじゃないですか？違います。違うんですか？千本鳥居の謎。実際伏見稲荷大社の千本鳥居というのは観光名所としても有名なわけで、めっちゃ有名よ。年間約1000万人の人が参拝に訪れると。1000万人すごいね。で実際の数は1000本をはるかに超えているという話があって、そうなん？結構逆じゃないですか。普通少ないやん。400とかを1000本とか言ったりする、ハリセンボンみたいなね、言うんですけど例に挙がったハリセンボン、めちゃくちゃハリセンボン、ハリセンボンないからね、はあ、逆なんですよ。伏見稲荷っていうのは、この山全体で見ると1万本以上あるんですよね。え、じゃあ少なく見積もってんの？そう、だから本当はもう万本鳥居なんですよ。でもなんかちょっとなんか千本鳥居の方が響きがいいな。で実はこれね、最近の文化なんですよ。ほらやっぱ観光客呼ぶために増やしたんちゃうん。いやでもこれ陰謀はここに隠れてるかもしれない。陰謀？というのも、江戸時代までこの千本鳥居ってのは全然なかったんですよね。まあそういうことでね。だから1300年歴史あるけど、千本鳥居の歴史は200年ぐらいしかないんですよ。で1700年代後半から1800年代前半にかけて何が起きたかっていうと、商人が伏見稲荷大社によく行くようになったと。で鳥居を奉納する習慣が始まったんですよ。で鳥居の数が爆発的に増えてったってことなんですよね。ああそういうことなんだ。で江戸時代になってから突然この鳥居を奉納する習慣、なぜ生まれたのかっていう話なんですけども、そもそも伏見稲荷大社をはじめするこの稲荷神社っていうのは、豊作を願う五穀豊穣の神を祀っているわけなんですよね、だから米たくさん作れたらいいなとかそういう感じのことを祈ってたわけなんですけど、豆たくさん作れたらいいなとか、キャベツたくさん作れたらいいなとか急にキャベツ来るここで願ってたんですけど、これね全国的に飢饉というのがありまして、まあやっぱそのタイミングっていうのはこの五穀豊穣の神がめちゃめちゃ注目されるんですよ。まあそれはね、命に関わることですから。まあ一生晴れとったらね、あの水神とかね、竜とかが注目されるように、やっぱりその時代時代によって注目される神様というのがいまして、でこの江戸時代の日本っていうのはやっぱり例外による天候不順などで度重なる飢饉がまあ訪れてたと。有名な飢饉ありますやんか。どういう飢饉ですか？天保。惜しい。天明の大飢饉っていう、ね、そこ教科書で載ってます。そうでも言ってたように天保の大飢饉もございまして、で特にこの天明の大飢饉の方が日本最大の飢饉とも言われていて、草木とか犬猫まで食したと言われるんですよね。いや怖いわ。俺もちょうど今キングダムで餃子目見てるから、ちょっと一言じゃないもん、それはめちゃめちゃ一言じゃないね、いや一言やろそれは。キングダムし、めちゃめちゃ前の話だぞあれ別に突っ込みされております。江戸時代だとこっちは少なくとも。そうですよね。伊沢長子という歴史書があるんですが、牛馬の肉を食するのは普通で、人肉を食するものさえあり、老婆の死体を500文で売買し、エイジを食う母親もありということで、カニバリズムやったんです。まあそういうことやな。カニバリズムってカニ食うわけじゃないですからね。いつもこのボケするけどすげえ不謹慎やと思うよなカニはカニ同士で食うかもしれないですけどね。でね、まあ飢饉による影響っていうのは増え続け、全国で90万人以上の方が餓死してしまうぐらいになった。当時の90万人ってエゴくない？はい。そうなると、やっぱ五穀豊穣の神様がやっぱ信仰されても当然やと。まあそりゃそうですね。じゃあ伏見稲荷大社活躍したんじゃないのかっていう話なんですけど、これね、農民がたくさん鳥居を建てたんじゃないんですよ。注目すべきポイントは商人だったんですよ。そうか。普通だったら農民が祈るよね、まずは。で、五穀豊穣の神の伏見稲荷大社やったんですが、この頃から伏見稲荷大社は商売繁盛の神とか、家内安全の神としてもまあ崇められるようになったわけなんですよね。なるほど、わかりやすい。これなんでかと、やっぱ飢饉によって苦しむ民衆がめちゃめちゃ増えたと。で食料を扱う商人とかはやっぱ武家や公家を相手にしているんで、中には大きな利益を得ている人がいたと。まあ当時の経済の中心にいたんですよね。そのため、まあ、やっぱり感謝の気持ちを込めて多くの商人たちが鳥居を奉納し始めたんじゃないのかと。
という。なるほどな、はい。まあ、そもそもやっぱ商人というのは売るものがなかったら商売できませんから、うん、五穀豊穣の神を、まあ、そういうふうに商売繁盛の神と見立てて、うん、まあ、ある意味やったんじゃないのかってことが言われるんですよね、うん、ただこの商売繁盛の神の信仰、これはですね当時の権力者幕府によって意図的に作り出された可能性があると。どういうことかというと、当時商人たちは米の買い占めと価格の釣り上げをやるという転売ヤーみたいなことをやってるんですよねまあ商人やから致し方ない部分もあるのかもしれないけどね。まあでもこの辺からやっぱ日本人っていうのはもう200年300年かけて転売ヤーを嫌いになっていく精神がねここで生まれたっていう説があるわけなんですけど、まあ実際この大きな利益と力を得ていたんですが、民衆からはまあ不満がめちゃめちゃ高まっていると。そら一揆とか起こったりするんじゃない。そうですよ、うん、まあ一揆っていうか普通に打ち壊しが、だからもう襲われる、家屋とかボコボコにされるみたいな感じのことがありまして、でまあ江戸大阪などの主要都市を中心に同時に発生し、打ち壊しの件数は江戸時代が最多やったって言われるんですよね。あ、そうなんや。でこの打ち壊しによって多くの商人たちは危機感を感じていたわけなんですよ。まあ小池さんはねよく打ちっぱなし行ってますけど。行ってません。でも金持ちって打ちっぱなし行ってた。行ってません。あ、そうですか、うん、全然最近打ちっぱなし行けてへんわ。でもね貧民は打ち壊しをするんですよはい、でその影響はですね当時の幕府にも及んでいて、鎮圧にかなり今苦労したと、うん、そこで幕府は打ち壊しに怯える商人たちに商売繁盛と家内安全の御利益があるというこの伏見稲荷大社を信仰させ鳥居を奉納させることにしたんですよ、うん、なるほど、分かりやすいな。で、はい、伏見稲荷の鳥居を見ると各鳥居には実際こういう名前がたくさん書いてるんですよね。もちろん奉納者がいるから鳥型っていうことは分かったけど、意外と近代なんやな。そうで、これ神社側は奉納者への感謝の気持ちと鳥居をいただいたからには大切に守っていくという意思の現れなんですが、これってさ今僕たちも出せるの？はい、なんか数が俺ごめん勝手なイメージだよ、1000本ちょうどあると思ってたから新しく出せないと思ったの。数がちゃんと決まりがある。出せますよ。これは場所によってもランクが変わります。え、ちょっと待って、じゃあ何、手前の方のなんか人影のないとこだったらなんか1万円とかでも、なんかすごい本殿に近いとこだったら100万円とか、そうするのかな。特別に今日は値段を教えます。うそや、そんなの調べてんの？こちらです。これね、まず鳥居の大きさ、一番ちっちゃい5号とかやったら30万から。お、え、全然いいよ。で一番でかい10号やったら189万とか。え、安いな。で奉納場所によって値段っていうのは変わってくるわけなんですけど、発送量が変わるわけなんですが、うん、まあ、江戸時代もね、まあ、こういったシステムがあったんじゃないかと。でも189万からだから大きさはそれでいいとしても場所によってもっと高くなったりするんだ。そうですよ。でもなんかこう原がいいものだった僕たちもなんか出したいよね、商売繁盛でね。なんか思ってるより安いというか、うん、え、これ期間あるんですか？その例えば2年間だけやりますとか。ああ、期間もあったはずです。なんかボロボロになった時にもう一回連絡来るみたいな話聞いたことあります。ああ、なるほどなるほど、はい。さらに江戸時代、うん、当時の話をすると、うん、これは単なる記録とかこの人がやったよってことを残すだけではなく、うん、ある意味誰がどのくらい富を支払っているんだってことが分かるじゃないですか。なるほど。だからそういう風に分かりやすくするためのシステムみたいな。だからある種富の監視の一環やったんじゃないかと。一昔前にさ、高額納税所得者ランキングみたいなのがバーってこう新聞に並んだけど、はいはいはい、ああいうことかもしらんね。そうですそうです。納税額を開示させることによってそれを見られてるから嘘つけないよっていう風に見張らせるみたいなね。まさしく。うん、なるほど。だからこれを、まあ、名前残してるぐらいの人やったら、うん、ここに尋ねていけば、うん、ある程度税収を確保できるわけじゃないですか。ああ、なるほど。まあだからその集金リストって言ったらあれですけど、まあ、それぐらいの効率的な監視をしていたんじゃないのかっていうことなんですよね。だから幕府のそういう陰謀があるということか。はい。で、まあ、その証拠にですね、当時の幕府というのは食糧放出や災害に備えるための地物見金という制度をやってたんですよね、うん、で、まあ、そこで民衆の生活改善に焦点を当てた改革というのを行っていたんですけども、うんうん、これもまた商人の協力がないとできないことをやったんで、うん、この奉納してる人を見てこの辺の人たちは主金いけるなみたいなことを考えたんじゃないかなっていうことが考えられると。でまた見方を変えると、この千本鳥の誕生によって社会基盤の見直しが始まったとも考えられるんで、うん、あの美しい鳥居たちのおかげで、うん、まあ、よりね多くの民衆が救われたという意味では、うん、まあ、やっぱりねこの五穀豊穣の神が、まあ、いろんな形で救ってくださったという見方もできるなっていうことなんですよね、うん、まあ、そういう意味で伏見稲荷というのは、うん、まあ、やはりパワーがあるわけなんですよ、はい、時の権力者と伏見稲荷のパワーでですね、この伏見稲荷の歴史、うん、セブンイレブンから始まると言いましたけど、これ711年から始まるんですよ。めちゃめちゃ前ですよ。めっちゃ前やな。まだ都奈良にありますから、うん、で創設者は波多野伊郎愚という渡来人やったわ
わけなんですよね。果たしなんですよね。で、別れは餅を的にして矢を放ったところ、なんとその餅が白い鳥となり、とどまった山の峰に稲が生じたことで稲荷と社名になったと山城国府土記に記しているわけなんですけど、うん、超能力者なんですよね彼。いや、ちょっとなんかさ、ファンタジーすぎてイメージがつかないんですけど、ディズニー的な、うん、やっぱり果たしというのはね、超能力使いましたんで。じゃあ当たり前の言ってますけど、はい、ほんまですか？あ、本当にそんなの、人ならざなる力を確実に使っていますから。で、この畑一族っていうのは、まあ、やはり権威を持って尊敬されていた、誇っていたわけなんですけども、うん、まあ、稲荷神社に肩を並べて三大神社と呼ばれる、八幡神社の大元である宇佐神宮や平安京の造営にも関わっているんでね。で、まあ、伏見稲荷大社の創設者自体が当時の権力者っていうことを考えると、まあ、当然のことやなと。さらに789年、平安時代初期に全国の神社が神技館という、まあ、ジンギスカンを食べる神、ボケるんだったらちゃんと言い切って、途中で噛んで終わって、もうヒュンってなっちゃったから。ちょっと間違えましたね、はい。中央政府の人間が直接神社を参拝する官幣者と、地方長官が参拝する国幣者に格付けされたそうなんですが、伏見稲荷大社は格式が高い官幣者に位置付けされているんですよね。その国幣者とかっていうのももっと上なんだね。そう、だから、その官幣者の方が上なんですよ、ね。なるほどね。で、まあ、この時期がやはり注目されていると。実際927年、うん、当時の神社制度に関する歴史的文書と言われているこの縁起式神廟帳に明神大社として認定されたと記載されているわけなんですよ。で、これどういうことかと、うん、特に願いの成就や説明のつかない不思議な現象や奇跡などが起こるとされる神社に与えられる称号、もうだから国が認めたパワースポットなんですよ。実際不思議な現象とか起きますから。どういう現象起きるの？僕は迷い込みました。あ、それ今言っちゃう。もう知ってるからみんな。でね、この順調に発展していって、うん、まあ、ただ戦国時代に入るとですね、伏見稲荷大社はちょっと危機を迎えてしまうんですよね。財政難、応仁の乱、これは関係してるの？いや、そうなんですよ。応仁の乱というのはですね、杏仁豆腐をめぐった乱のことなんですけど。揉めるな、それで。怒ったる。揉めるな、もう。珍しかったから、当時。あ、そう。そんなわけないでしょ。はい、この応仁の乱っていうのはね、はい、まあ、乱が起きたわけなんですが、うん、多くの建造物が焼失しまして、神社や寺院も多く焼失してしまったと。うん、で、伏見稲荷大社も例外ではなく、この時、社殿が焼失したって言われるんですよね。そうなんだ。で、めちゃめちゃ大事な書物とか、文書とかもちょっと消えちゃったんじゃないのかって言われていて、損失は。伏見大社の謎が、うん、まあ、ちょっと深まってしまったんですよね。なるほど。この応仁の乱、まあ、火災が起きたっていう話があるんですけど、これも意図的に起こされたんじゃないのかっていう話があって、まあ、そこには後世に引き継ぎたくないとんでもないものがあったんじゃないのかってことも言われてるんですよ。世界の秘密が書かれてるかもしれんな。そう。でも、まあ、その後ね、もう多くの神社や寺院が焼失で亡くなる中、伏見稲荷大社、劇的な復興を遂げることに成功するんですよ。うん、誰がやった？秀吉。お！豊臣秀吉なんですよ。やってくれた。そう、うん、秀吉は修復のみならず桜門も新たに作ったってことが言われてるんですよ、ね。あ、これ豊臣秀吉が作ったんだ。そうですよ。へえ。で、復興を行った理由、病気だった秀吉の母親の回復を祈りまして、伏見稲荷大社に祈願したところ、なんと後日母親の病気が治ったと。まさかと思うけど、すごいことあるんやな。でも、それくらいのパワーありますから。で、そのお礼として、うん、秀吉ぐらいになったらもう門作っちゃっていいよぐらいな感じ。そうです。しし、で、この復興がね、うん、行われたのが天下統一の直前の1588年。じゃあ縁起いいね。つまり復興したことで秀吉はパワーを授かり、うん、たった2年で天下統一まで持っていくんですよ。すごい。で、天下統一に向けてね、まあ、戦を教えた人物が、うん、なぜわざわざこのタイミングで復興したのかと、うん、別に統一した後に復興してもよかったじゃないですか。まあ、貴重な財源とかいろんな人員とかそこに割くのもったないよね。でも、うん、先に復興しないといけなかったんじゃないかと、うん、まあ、お母さんのこともあったと思うんですけどね。まあ、そろそうやな。これは実はですね、秀吉と伏見稲荷の神主との間で密約が交わされていたんじゃないかと。密約？噂があるんですよ。どういうこと？天下統一を果たすパワーを与えれば、うん、伏見稲荷の復興とさらなる発展をさせると、うん、パワーと引き換えに復興するよってことを約束したと、うんうん、で、実際にこの秀吉っていうのは天下統一後に伏見稲荷に近い場所に伏見城を建設しているんですよね。え、そういうことなん？これ、あ、そうです。で、この伏見城の建設と城下町を整備したことによって、うん、伏見稲荷の参拝者っていうのは劇的に増えたんですよ。そら行くわ。そう、あの辺ちょっとやっぱ京都の中心から離れてはいるんですよね、うん、まあ、そんなにめっちゃ離れてはないんですけど、うん、まあ、ただあの辺が栄えてるってのはやっぱこの秀吉の影響力とか強かったんですよね。天下人になったね、人の行ってるパワースポットだったら、それ行くわな。で、まあ、秀吉の復興によって伏見稲荷は江戸時代に入り、再び繁栄の時代を迎えたと、うん、で、まあ、先ほどこの江戸時代の商人たちが今よりねお金を落としてくれるシステムを作り上げましたから、めっちゃ商売うまいな。商売うまいなことに感謝の気持ちで伏見稲荷でやってますから、すごく
さん、他の神社とかやってるんじゃないですか。ええ、この千本鳥居ってのは特許みたいなもんですから、ね、そうなんですか。まあ別に特許取ってないと思いますけど、はい、明治時代以降伏見稲荷大社というのはさらなる発展を遂げまして、うん、実際1871年に寛平大社という最高位の社格を与えられたと、うん、で近代化の波に乗ってさらに多くの参拝客を集めるようになったと。すごい。農業の神から商売の神へと、まあ、変貌を遂げたというか追加されたみたいな感じですけども、うん、まあ、それがたとえ当時の幕府の策略やったとしても、うん、今はこの日本の歴史に関わるぐらいこの伏見稲荷大社っていうのは大きく貢献した部分があるんじゃないのかと、うん、まあ、秀吉に力貸したという点でもね。で、まあ、農業社会から商業社会へと変わっていったっていうのも、うんうん、まあ、ある種この伏見稲荷大社のパワーのおかげかもねっていう。ただですね、うん、そんな伏見稲荷大社、僕言いましたよね、パワースポットと同時に奇妙な現象がたくさん起きてしまうと、うん、はい、冥界につながる伏見稲荷、伏見稲荷神社といえば、うん、やっぱお稲荷さんなんですよね。伏見稲荷大社の境内にも数多くの狐の像がこうやって祀られております、うんうん、可愛いですね。いや、可愛いでしょまあでもね、まあ、大体京都の使徒1000人に聞くと3人ぐらいは、うん、あの狐動いたことあるんよっていう話するんですよ。寄ってはったか、キツネの像が夜に動き出したっていう伝説が実際にあるんじゃん。その1000人いたら3人見るっていうその確率はどこ統計なんですか。いや俺京都住んでたから分からんですよ大体いやいやいや勝手に言ってるわけでしょ。いやいやいや、おるおる、田中とかも言っとったし誰やねん田中って。田中知らん。知らんやその何してるの。え、計画の、うん、今何してるの。知らん、キツネにつままれたんかもしれん。じゃあ分かんやん。でね、まあ、キツネのこの像が首を動かしたりだとか、うん、目が光ったりする現象が見られると。いやでも俺も目光ってるの見たことあるからね。嘘や。で中にはこの像が実際に歩き出すのを見たという言い伝えもあると。まあ、これはちょっとね信じてないけど、うん、これはですね何してるかと、うん、何してる。冥界に連れてくる人間を探してるんですよ。え、まあ、そう言われてるんですよ、うん。まあ、なんでそういう噂が出るかっていうと、うん、この伏見稲荷大社の裏山である稲荷山、うん、ここには深草と呼ばれる冥界に通じる入り口がある土地があるんですよね。ほんまにあるん。あ、これあります、うん、冥界に通じてます。でこの深草と呼ばれるこの場所はですね、うんうん、古くから霊的な力が強いとされ、実際にこの場所で霊的な体験をしたという報告も少なくないと、うん、で夜に動く狐の正体というのはまさに冥界を連れていく人間を探す姿なのかもしれないと。でですね、うんうん、伏見稲荷というのは重軽石というすごい石があるんだ。あれ重軽石ってどっちやと思います。重いか軽いか。いやだから重くも軽くもなるから重軽石ちゃう。あー鋭いですね。何、さすが神に導かれし者だ。いつからこの重軽石というのはですね、うんうんうん、重さが自分が予想したよりも軽いなら願いが叶う、うんうん。ああなるほど。逆に重いとその願いを叶えるには一層の努力が必要、うん、え、僕、うん、20歳21歳の時にこの石持ってみました、うん、めちゃめちゃ重かったです。あ、無理やん。大変なね苦労をすることになるんですよ。 あらこの後借金1400万になるっていうね。まあ、ちなみにめちゃめちゃ重いっていうのはちょっと盛りました。そんなに重くなかったです。思ってたよりは重いなっていうぐらいでした、うん、はい。まあでもこれがある種願いを叶える契約なんじゃないかと。どういう理屈。神の使いとされる狐が重軽石を通じてパワーを送ってくれて、冥界へと連れてくる人間もそこで選別してるかもねっていう。で実際この豊臣秀吉とかもこの冥界パワーを置かれて天下統一を果たしたんじゃないかと。どうかな。まあ、この話信じられないっていう人もいると思うんですけど、信じられない話。まあ、実際伏見稲荷では迷子になる人も多いんですよ。それ単純に似た地形が多いとか広いかどうかじゃないの。違うんですよ。時間の歪みが発生するスポットがあるんです。またまた本人たちにとっては数分のつもりが数日経ってたりとか、え、もう数年経ってたりとか、そういうケースがあるんですよ。まあ、実際僕もですね時空の歪みに巻き込まれまして。今日も体験だ。あ、これ体験だ。伏見稲荷といったら戸隠の都市伝説ですからね。いやそうなんですよ、はい、これもう新年ね、大晦日から元旦まで、うん、まあこの夜深いわけじゃないですか夜が深い、はい、でちょうど重軽石のところで僕年迎えるんですよ、新年を。年越しを重軽石と共に過ごしたってことやろ。そう、うん、重軽石なんなら持ちながら飛んだやつおる俺の仲間で。何が楽しいんそれ。なんかご利益ありそうや。思ってみて重かったら今年も来年も良くないとか。そうやそこでね今も覚えてるんですけど、うん、重軽石の近くで年を迎えて、うん、無事その後進んでいって参拝するんですけど、その参拝終わった後の帰り道を2グループに分かれたんですよ。でその後僕の方のグループが、うん、まあ、迷子になるんですよ、うん、ですよね、ちょっと道違うとこ行ってしまって、あ、そうなんだ。人がだん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 いなくなってしまって、はいはい、ボロボロの鳥居とか出てくるんですよ。多分あれ江戸時代の鳥居やと思う。当時のもう今は使われてない社みたいなとこも出てきて、で古い戸があるんですよ、うん、そこからポタポタポタって使われてないはずの井戸やのに水が滴る音がしてるんですよ。でもなんか導かれたように友達がその井戸開けるんですよ。でなんかそいつがうわーって発
よしどっか行くんですけど、はぐれちゃったんだ。いや、はぐれてない、俺もそれと一緒に逃げた。あ、そう、そう、で逃げて、結局もう一つのグループと、まあ、最終的に無事合流できるようになったんですけど、いいじゃないですか。それが、うん、俺らの方が先に到着して、なんかもう一つのグループを待つ結果になったんですよ、うんうん、俺らはぐれてる時間あるから、うん、絶対に俺ら遅く着くはずなんですよ。でうわーってなってった、もう抜いたんちゃう、どっかで。いやいやいや、そんな距離じゃないんですよマジで。ほうほう、絶対にあれ時空の歪み発生してるんですよ。でこれ体験したんで、うん、誰が何と言おうとそうなんですよ。わかります？ちょっとあんまわかんないですけど、もうちょっとそれ以来怖くて本当に伏見なり行ってないんですけど、まあでもよくないことしちゃったんしちゃったんか、はしごしちゃったみたいな。あ、そう、稲荷の神様ってそのはしごとかよくなくて、うん、そうそう、嫉妬深いでしょ。そうそうそう、うん、よくないよね。まあ、ということで、まあ、日常生活の中で途中で異界の景色を見たりとか、うん、相対の知れない声を聞いたりするようになることもあるとかいう話なんですよね、うん、で、まあ、実際ね、まあ、にわかには信じられない話も多いわけなんですけども、明神大社に選ばれたりだとか、過去に意図的に燃やされたかもしれないというこの伏見稲荷大社には、まあ、やはり冥界に通じるヤバい秘密があるかもねという話なんですよね、うん、現代も続く不思議なパワー、うん、やっぱりね、こんな、まあ、いろんな逸話がある伏見稲荷大社なんですが、うん、多くの人の願いを叶え人生を豊かにしてきたっていうのは、うん、まあ、事実じゃないですか。まああるでしょうね。はい、現在の一番のご利益とされている商売繁盛についてですが、伏見稲荷大社に参拝した後事業が急成長したという事例は数多く報告されております、うんうん、僕も長い目線で見たら成長しました。そうだな、多分、はい、願いは叶ってるんじゃない今。例えばね、零細企業だと社長が参拝後の年として大口の契約を獲得して、この契約によって、まあ、会社が成長するきっかけになったとか。どこの会社、そういう話が腐るほどあるんですよ。どこの会社だか適当に作っても言えるから、はい、ちょっとそれはもうちょっとその会社の方の許可を得ないと言えないんでね。でこの成功を、まあ、伏見稲荷大社のご利益だと思いまして、うん、毎年感謝の気持ちを込めて参拝を続けている人もいると。でまた他にもですね、長年赤字だった経営の危機に直面していた時に伏見稲荷大社を訪れたところ、うん、アイデアが次々と実を結びまして、うん、お店はですね、この地域の人気スポットへと、まあ、発展していったっていう話もあるんですよね。え、これは、まあ、これも実際ね、そういう話があるということでまあ、いろんなね、企業とか経営者の方が、まあ、頑張ってるよっていう話でした。ちょっと具体例をもうちょっと知りたかったなぁ、なんか。おぉ、それすげぇなみたいな、なんか今だったら、どこの神社にもありそうな逸話じゃないですか。あとはですね、うん、この伏見稲荷大社っていうのは、まあ、やっぱりね、商売がうまくいくってことは、うん、やっぱ先を見据える力があるということじゃないですか。うんうん、先見の明が授かれる場所があるんですよ。え？こちら、岩力社って言うんですけど。おぉ。ここ先見の明が授かれる場所ということなんで。うん、あ、そう、ここに行けば、うん、もしかしたら我々も未来が見えるようになるかもしれません。見聞色、俺ここは行ったのかな、記憶が曖昧になってる。でもまあもう一回行ったらいいやん。うん、これ行ったと思うんですよね僕も、うんうん、いやでもね、ちょっと伏見稲荷は怖いっすね。やっぱ牛三時近くに行ったのが良くなかったと思うんですよね。何そんな時間に行くの、またいだからってことかな。そういうことですよ、うん、やっぱ重関心のところでね、うん、年越してますから、うん、結局2時ぐらいまでいましたからね。あら、やんちゃですね。いや、そんなもんですよ、京阪ずっと動いてるしまあそこから借金1400万背負ったいろんな不幸が、まあ、あったけども、 そうなんです、まあ、それをまあ跳ねのけて今は良かったよってことで、ね、はい、うん、まあ、ということでね、うん、もしかしたら千本鳥居のうちの一本を生島の .com で行く日があるかもしれないですよ。まあできたらいいですね、なんか貢献できたいですよね。そうですね、うん、お願いします。それではバイ。本日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。しゃ、最後にお知らせがございます。先日予約販売させていただきました音でお守りが入荷しました。はい、音でお守りとは、うん、サウンドアーティストのユージンさんと共同で制作した音楽ダウンロードカードのことなんですけども、ユージンさんがね作る特殊な周波数を使った癒しの音楽がダウンロードできるということで、コメントでもすごい好評もらいましたけど。いや、そうですね、以前紹介もらっていた動画の中でも5秒のサンプル音源を聞いていただいたわけですけども、たった5秒でも体の底から湧き上がるエネルギーを感じましたとか、なんとなく音が跳ねて生き生きしている感じがしてとても素敵でしたとか、うんうん、5秒聞くだけでも多くの感想をいただきました。すごい。今回も特別にサンプル音源を流しますので、はいはい、気に入ってもらいましたらですね、着信音とかにするのがいいんかな。なんか着信音って興味言わないですけどね。え、なんじゃ、なんですか。やっぱアラームの音とかじゃないですか。そう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 、そうですか。はい、ぜひですね、気に入ってもらいましたらルート1940の方で購入してみてください。はい。いかがでしたでしょうか。中に入っている音楽は一緒ですが、デザインはですね、こちら。はい、まずノーマルバージョン。はい。はい、そして、小焼きスタジオバージョン。はい、スタバージョン。そして、持ってる方が、小闇ナティバージョンですね。はい。はい、ぜひ3種類集めて、お守りパワーを感じてください。パワーあるよー。はい、すでに購入されたという方も、実際に聞いてもらった感想もコメントでたくさんお待ちしておりますので、ぜひ書き込んでください。よろしくお願いします。はい、お願いします。
思議の世界禁断の楽園。